さあ皆様こんにちは、リアマアレクサンダーでございます。で今回もですね、ウォッチドックスの実況をやっていきましょう。今回じゃないわ、ウォッチドックスの実況やっていきましょうだね。それで、今回もですね、注意なんですけれども、途中で音が途切れる場合がございます。それはですね、マイクの不調でございます。その時は申し訳ございません。では先にね、言っておかないといつは何あるかわかんないから。では行きましょう。前回の続きですね。前回このモーテルでセーブして終わったんですけども、モーテルから出まして次のミッション、なんだっけ、兄だっけ、そうだね、兄のミッションに行こうって話をしたので行きましょう。でせっかくなのでじゃないわ、あそこにさ、ほらめちゃめちゃ奥のオレンジ色のめちゃめちゃいい車があるんだよ。あれ取りに行こう。やっぱね、いい車をゲットすれば後から行かれるもの乗ることができますから。何今なんかピロンってならなかった、あとねか。この車これめちゃめちゃ汚ねえな、汚いけど結構いい車だよね。では行こう。で交通ルールも守っていきますね、いつも通り。うわ何やってんの、めっちゃ事故ってんじゃん。喧嘩するか。ああ、こいつなんだ、めちゃめちゃ高級車で突っ込みやがって。フロント割れちゃってんじゃん。弁償だよ、後ろの女の人。危ねえ、俺も事故りそうになって。ああ、危ない危ない。これ結構ハンドルがね、軽いんですよ、すごい。すげえハンドル軽いんで。あれ、これオープンかっていうか。どうやって視点変えるんだっけ、これが。あ、違うよね。1キロか、結構ありますね。よし行こう。エンジン音もね、これまたいいんですよ。うわ、たまにニュースが流れるんだよね。だからニュース聞いてると結構楽しいんだけど、今のところ流れる予定はないのかな。これね、見ても面白いね。ストラ C 型肺炎と診断されたとか。年齢39歳、職業安全衛生責任者、結構の重要な方なんですかね。年収38万ドル。おっと、ハッキング。よっしゃ。こうやってね、街の人からこう銀行口座のお金を奪うことができて、こうやってハッキングすると、今780ドルって出たと思うんですけど、後からその ATM に行けばその額を引き下ろせます。なので、結構ね、このゲームはね、本当に簡単にお金が貯まります。めちゃめちゃ簡単にお金貯まるので、いいよ、本当にね、お金には困らないです、このゲームは。あんまりお金で買うものもないし、洋服とか、あと薬品とか、あとは銃とかかな、そのぐらいしか買うものないと思うんで、結構ねいいですよ本当にこのゲーム。お、なんかニュース流れてる、全然聞こえないけどね。2003年8月、お、聞こえた。一人のハッカーがニューヨーク州の機能を麻痺させました。初期の CTOS システムをハッキングし停電させ、結果として11人の尊い命が失われたのです。今や都市のあらゆるインフラと結びついた CTOS ネットワークはこういった攻撃に脆弱ではないのか。後ほど特集でお伝えします。なんでこんな遅れてんの、音声が。今字幕と音声めちゃめちゃずれてたよね。どうしちゃったんだ。なんか面白いやついないかな。何度も離婚した。26歳で何度も離婚か。贅沢なこと言ってんな、随分。後ろは？後ろいないか。おっせえな、変わるのが。これエンジン切れるんですよ、ほら。で、また、アクセル踏むと、これエンジンかかるんですよ。これいいよね。この機能ね、めちゃめちゃいいと思う。エンジンが切れるっていう。おい、なんで信号変わんないのこれ。お、やった。うわ結構高い、1080ドル。信号変わらなすぎ、明るくある。よしよし。うわ邪魔だなお前、今入ってきたなお前。今の車も色違いの車で、いい車ですね。これ車種名もほら音が ずれてるよね。音がニュース流れないもんね。なんでこんな ずれてんだろ
いや、流れてるの、なんかどっか今。外か、これ。字幕ね、これ、声が聞こえてなくても、近くで流れてたら勝手に字幕出ちゃうんだよね。てか、これ、本当に、時間がかかりすぎるな、これ、ウォッチドックス。このまま行けば。ちょっと、本当に、これ、どうしよう。ちょっと、これ、考えないな、なきゃな、これ。時間がかかりすぎる。ちょっとやめようかな、俺、ウォッチドックスに関しては、これ。ちょっと時間かかりすぎるわ。申し訳ない。やめます。時間がね、とてつもなくかかるわ、これ。時間の、もったいないもんね。結構、ウォッチドックスは一つのミッション長いので、ちゃんと行こう、これは。お、到着、到着。バス停の前に止めるっていう、ね、エンジン切ってから降りますよね。降りましょうねって。降りましょうね。うん、大丈夫かな。はい、では行きましょう。あれあれ、どこあった、あった、あ、お前、あ、いいや、潜在的な反省はいいや。はい、ミッションスタート。アーニー行きましょう。ニッキーの家は葬式以来だ。緊張する。去年レナは調子外れに歌っていた。ハッピーバースデーをはしゃぎまくっていた。今は沈黙が怖い。車で行こうか。レナにこれ見せないと、いい車だよっつってよし、到着。これは裏庭に行かなきゃいけなかったと思うんで、裏庭に行きましょう。うわ、結構いい感じでパーティー、やってんな。何歳になったの？10歳。何歳になった？10歳。9歳でしょ？10歳。9年。それなら誕生日のお祝いに10回くすぐっちゃおっかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。10ね。ここで待ってて。もう1年ぶり。しかも遅刻だ。本当に悪かったよ、ニッキー。来て。顔をよく見せて。老けたわね。ああ、そうか。それはどうも。レナのいない初めての誕生日。あいつはどうなんだ。今も私としか話さないわ。ヨランダの話じゃ、そういう自制の保ち方らしいの。ヨランダ？セラピストよ、ジャクソンの。助かってる、本当に。辛いけど乗り越えてみせる。ああ、ジャクソン。いや、遅れて悪い。ハグしていいか。ああ、大きくなったね。ああ、それは何だ。おお、ヒーラーか。いいな、本物のおもちゃだな。おじさんと話すから上に行っててくれる？そうだな、すぐに行くから。今日は本当にありがとう。前とは違うって確かめたかったの。前とは違う。お前たちが俺の中で一番大事なんだ。お前たちを守り続けるつもりだ。いつになってもお兄ちゃんね。
なかなかいい話ですね、これね。結構最後にここに来た、おっと、引き込まれるね、この世界にね。いい話ですよ。ジャクソンはあの子が大好きだった。みんながそうだった。さっきまで子供たちがビジランテごっこをしてたの。話題のあの男の真似をしてね。当ててやろう、ジャクソンがビジランテ。いいえ、全員ビジランテよ。悪者は私だけ。なかなかの悪人を演じたわ。全員やっつけちゃった。もっと早く来るんだった、警告できたのに。おばちゃんは怖いぞって。あなたとママが倒れちゃった時、パパがバースデーケーキを作らなきゃって言ったの覚えてる？ひどい代物だったわ。焦げてて潰れてて。パパはいつもそうだった。ひどいことをたくさんしたけど、いつも家族のことを考えてた。あ、ねえ聞いてよ。さあ誰でしょうか。34なのか、お前もういい歳だな。ピアス日記よ。いいえ、もっと聞かせてよ。誰なの？ ID をブロックすればバレないと思ってるの？何が楽しいのかわからないけど、多分警察は笑ってくれないわよ。忠告してあげる。聞いてる？外に出なさい。人と会うの。まともに生きるのよ。もう電話しないで。今なんて？いい？警察は逆探知できるんです。ハッキング。ドアの鍵は大丈夫かな？誰なの？どうして電話を？不安だろ、ニッキー。誰からだ？何でもない、バカないたずら。これで大丈夫だと思う？声に聞き覚えは？放っておいてよ、何でもないから。何でもない、侵入する気だろ。あなたにどうしてわかるの？鍵を確認してるからだ。ね、自分で何とかするわ。助けはいらない。リキ、そいつを見つけるよ。エイデン、変わってないのね。助けはいらないの。勝手に解決しようとするのはやめて。いつも状況を悪くするだけなんだから。帰るよ。ええ、そうして。ごめんな、ジャクソンな。喧嘩してな。大の男がいたずら電話か。逆探知されても平静でいられるかな。そこか。さあというところなんですけれども、こっから次回に行きたいと思います。いいところで毎回聞いてごめんなさい。なるべく15分以内にね、動画を終わらせたいので、まあ収録ソフトの関係で15分が限界なので、撮れるのが、まあ、編集でつなげればいいんだけど、編集しちゃうとね、ちょっとゲーム音がさらにちっちゃくなってしまうので、編集なしでいきたいなと思います。ということでですね、皆様今回もご視聴ありがとうございました。結構今回はね、いい感じの話が聞けましたね。はい、ということで、ね、次回もですね、やっていきたいます。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の ID が概要欄に書いてありますので、ぜひ Twitter 検索してフォローしてみてください。ということで、次回のウォッチドックス実況でお会いいたしましょう。さよなら。